おはようございます。今日も動画をご覧くださってありがとうございます。6月29日の朝です。毎日チャンネル登録者数がちょっとずつ増えてて、それが嬉しくて、なんかこれ娘が生まれた後に毎朝娘の顔を見るのが楽しみぐらいな感じの嬉しさです。ちょっと今のメインチャンネルとは別に釣りだけに特化した釣りチャンネルを今作ってるので、そのエンドスクリーン作ってみました。車があまりにも汚いんで、さあ洗おうと思います。スタンド休みだけど洗車はできるかみたいな。動画編集に使ってる MacBook、 ストレージが1テラしかないんですけど、それが動画3日分とか4日分とか溜まっていっちゃうといっぱいになっちゃうんで、いっぱいになったから消そうと思って消したらですね、まあほぼ1週間かけて編集していた、この釣りの動画のこの赤くなってるところ、この赤くなってるところっていうのはローカルにあるファイル、リンクが切れてるって意味なんですけど、要はここの元データを間違って消してしまって、1週間かけて編集した動画データが今死んでしまったかもしれないなぁと思ってちょっと落ち込んでて、でもここでタイムマシンで一昨日のファイルを復活してるので、もし復活できてここ再リンクできれば、まあ生き返るかな。なんとかデータ復帰はできそうな雰囲気だけど、今後のこと考えると、その2日分3日分の動画の元のその素材と編集済みの動画のデータ、2、3日でまあ今のストレージがいっぱいになっちゃうっていうのを考えると、ちょっと今後どうやって運用していくかっていうのが悩みどころ。今 YouTube の管理画面を見たら100人、チャンネル登録者数が100人ぴったり達成してて、嬉しくて今これ撮ってます。登録してくださった皆さんありがとうございます。厳密に言うと、僕が昨日作ったサブチャンネル、釣り用のサブチャンネルで、一人として一人、チャンネル登録してるので、自分以外で言うと99人の方に登録していただいてるんですけど、それでもまあ、きっと101人になるのは今日か明日だと思うので、嬉しくて、ありがとうございます。まあ、ちょっと今運転しながらなんですけども。なんか人間が認識できる、その知り合いとか友達の数って150人が限界らしく、150人の、グループっていうのは、多分横につながりが、持てる、現実的な数だと思うので、まあ今どっちかというと、僕が YouTube の動画を作って出してるんで、一歩通行みたいな感じになっちゃってるんですけど、こう何らかの形でこう横に情報とかコミュニケーションが行われたら嬉しいなと思ってます。今くっちゃん行って、買い物してきました。この間シエスタラボさんで買ってきたその石鹸、結構自分にとっては高級な価格の石鹸、1,200〜1,300〜1,400円ぐらいだったかなの石鹸だったんで、そのだけど石鹸台がなくて、洗面所台にこうボコッとこう洗面台のソープディッシュに置いてると、こう全面がつくんですよね。その石鹸の一面が全面そのソープディッシュについちゃって、ソープディッシュも平らなんでボコボコしてないんで、全面ついて溶けますよと。で剥がす時もこうメリっていう感じで剥がれるんで、携帯用のこうお風呂に行く時は持ってくるような石鹸のケースを買いに来たんですけど、売ってない、今売ってないんだなと思って。ホーマックではね、くっちゃんのホーマックはかなり巨大な店舗なんですけど、めちゃくちゃ気になる横断幕を見つけたのでちょっと泊まってみました。シェフ募集、イタリアンオアフレンチ、設備移住サポート、京極シェフ。ちょっと新しく作ってるのから多分そうなのかな。場所はこの今曇りになって見えないけど、後ろ羊蹄山で、向こうに有名なうどん屋さんの野野さんがある場所です。向こう側が京極町で、こっち側が肝別町。